悲しい目をしていると凛に指摘されるシャチ。人の心はとうに捨てた。凛も捨て石でしかないと反論するも、凛は捨て石としなくともケンシロウは来るという。信頼か愛か、シャチはその心がわからぬまま藩の居城に向かう。シャチはボロのふりをして藩に近づき、凛を献上。正体を見破られるも、餌として凛を残しその場を去る。この時、凛の言葉通り、すでにケンシロウは到着していた。藩はケンシロウの実力を見抜き、北斗神拳の使い手と知るや、戦いの場へと誘う。シャチも駆けつけ、凛の目に宿る強さと悲しみを感じ、ケンシロウも女を捨てられなかった男だと悟る。かつてシャチは国を抜け出そうとしたものの、レイヤが修羅の花嫁になると知り引き返してしまったのだ。だがその後シャチは変わり、血の一滴まで野望に染まった。この戦いも野望のために必要な一戦でしかない。一方ケンシロウが戦うのは凛を救うため。北斗神拳対北斗龍拳、北斗を冠する剣がぶつかり合う。貴様の首を取ってくれるわ。返せ！天照本列。久しぶりに退屈から解放されそうだ。返せ！天照本列。失ってはならぬもののために。互角の勝負を繰り広げる藩とケンシロウ。シャチは想像を超えたケンシロウの実力に喜び、凛に睨まれるも意に介さず、他人の血をすすってでも自らの剣を強大にし、この国を制圧すると言い放つ。なぜそうまでしてと問う凛。その理由はかつてレイヤが襲われた時まで遡る。シャチが必死に抵抗した修羅を一撃で倒す男が現れた。その男は北斗龍拳の使い手であった。シャチは拳法の指南を頼んだものの、男はそれを断り、いずれ救世主が訪れると言った。しかし救世主の到来を待てぬシャチは北斗龍拳を会得し、愛のために愛を捨てた。そしてその時、救世主として語られた男の名、なんとそれはラオウであった。ケンシロウはラオウを倒した男。
その事実に驚愕するシャチ。シャチが子供の頃に見たラオウは戦う鬼神であり、無敵と信じる男が倒れたことを信じられなかったのだ。そしてラオウ伝説を知るのはシャチのみにあらず、ケンシロウの実力と天正本列を目の当たりにしたシュラたちはケンシロウをラオウと思い込む。ラオウ来襲を告げるため国中に流される伝達の積水。シャチと三人の羅生に北斗流拳を教えた男重慶もこの積水を目にする。修羅は恐怖し、神は狂気するという重慶。レイヤはなぜこの国の民はラオウ伝説を信じているのかと問う。その問いに重慶はこう答える。人はいつか故国を目指すものよ。この国こそが北斗神拳の故国であり、ラオウ、トキ、ケンシロウの故国でもあるのであった。久しぶりに退屈から解放されそうだ。開始！ジョマ交渉！勝負案！俺はまだ死ねぬ。ラオウの伝説を継ぐというのか。強い。だが貴様はラオウではない。ケンシロウか。なぜ俺の名を。強くなったものよ。魔王に抱かれてこの国より出たあの赤子が。徐々に足の自由を奪っていたのよ。北斗流拳乱風炎波。我が疾風の拳、近寄ることすら叶わぬ。負けません。こちらから行くぞ。とどめだ。失格後陣。本列。勝負。失ってはならぬもののために。させてもらおう。この国と俺の血の宿命について。
リア。これこそ北斗流拳から生まれし魔人の力。